楠木派藩母ん観音寺は、大阪府富田林市にある臨在修明神寺派の寺院。楠木正行が、延元4年、略を2年に崩御した、五代五天皇を悼み、河内国石川郡観覧日にある峰、城山の一角の地を清め、五代五天皇の念事物であった千寿観音を安置した、峰、城山観音殿と称する一殿を建立したのが、起源とされる。 1348年に回帰とされる正幸とその弟正治が四条縄手の戦いで討ち死にした後、二人の母で、楠木正重げ室のひさこも観音殿と同じ地に草案を結び陰性した。ひさこは負け鏡にと称し、年次物の十一面観音を奉仕して、夫と息子一族の母体を弔いつつ、十六年間の余生を過ごした。ひさこの入虐後、 正幸の弟、楠木正則は、富士行者を従事させて、観音堂を改め観音寺とし、楠木一族の孔下寺としたとされる。観奈寺の松岡が新言衆無本寺であった観音寺の助地として、久子の遺跡を守れる、幼児舎武行に届け出たことから、観音寺は楠木母案と称された草案とともに、江戸時代を通して、松岡の所有であったようである。 共法年間までは2層を従事させて誇示されていたが、明治6年には、廃止となる。廃止後は、カンナビの大花和一の所有に帰することになり、久しく、田畑として利用されていたが、大正4年2月、岐阜県増田郡下丸村出身の特使家、加藤沈之助によって購入されることになり、大正6年5月に草案が再建された。大正十一年には、 同じく鎮之助により、本堂も混流され、池上里志清が十字として壊れ新山、約半世紀を経て再興が果たされた。昭和7年2月には、石神へ元が十字として壊れ新山。ありがとうございます。